あの、ここにもそれを使われると俺が困る。ただいま。びっくりした。はい、皆様、時間を超えてただいま。はい、まあいろいろありましたわ。布団どうしましょうか。なんとなく軽顔に戻って尋ねる。なんかね、二人の時はね、あれでしたよ。あの、先輩呼びも、その丁寧言葉もなしで、なんかこう呼び捨てで、なんていうか、普通に喋ってって言われました。もう、おーですよ。おー。事後特有の倦怠感に支配されて、俺は妙に素の状態に持っていた。俗に言う賢者モードというやつか。私はこのままでカズマと一緒の布団でいい。そうですか。いや、予備の布団とかいう意味じゃなく、痕跡をどうするかという意味だったんだけど、まあいいか。今は考えるのもめんどくさい。また明日朝になったらどうするか対策を練ろう。なんか嫌な予感がするけどね。ひな先輩の横に寝転がる。いつも使ってる布団は二人で寝るには窮屈だけど、それだけに相手の息遣いをすぐそばで感じられる。ひな先輩、大丈夫ですか？結構無理しちゃいましたけど。今はあんまり動きたくない気分。無理もないですね。笑いながらこれで良かったのか考える。ひな先輩に好きだと告げずに成り行きでエッチしたようなものだし、それに家出中の心の隙を狙ったようで、どうにもフェアじゃなかったような。ひな先輩もう寝ちゃったのか。そんなに疲れてたのか。無理もない。男の俺でさえ割と消耗してるもんな。後悔してるわけじゃなし、深く考える必要はないか。ひな先輩の寝顔を見ているうち、つまらない悩みもどうでもよくなっていく。ああ、俺も寝るとするか。目をつむる。ひな先輩の寝息は規則正しく穏やかで、俺はそれ以降妙な気分になることもなく、あっさりと眠りの淵に引き込まれていった。カズマ、起きて。カズマ、むに、体を揺さぶられる。ひどく眠い体にはゆりかごのように感じられる揺れ。なんだよアイム、夏休みだってのに起こさなくたっていいじゃないか。俺はゴロンと寝返りを打って起こそうとする 手に抵抗を試みる。もう少しアイム、まだ寝かせてくれよ。私は歩夢じゃ。スピー。確かに毎朝これじゃ歩夢が大変。歩夢が立ち上がる気配、諦めていったかな。これで安心して眠れる。体の上に歩夢が覆いかぶさる気配。今日はやけに諦めが悪いな。そっちがその気なら私も本気。なんだ、なんか新技でも繰り出すのか。この前のお返し、今度は私がいたずらする。いたずら？どこにしよう。唇は恥ずかしいから、おっぺとかおでことか。よし、決めた。って、ちょっと待った。起きた。起きたじゃないです。朝っぱらから何しようとしてるんですか。カズマがなかなか起きないから、おはようのキスを。そんな嬉しい恥ずかしいのイベント。ああ、じゃあなんで起きた俺。キスはまだなのにすごい効き目。こうなったらもう一度寝て。寝直してもダメ。ダメですか。ダメ。残念すぎてもったいないお化けが出そうだ。フラグクラッシャーにも程があるぞ俺。カズマ、布団のことだけど。
顔を洗って戻ってくると、ひな先輩が恥ずかしそうに切り出した。あー、行為の痕跡のことか。確かにこのまま放置してたら、従業員さんの誰かが来て何をしてたかバレてしまうな。それがつむぎさんなんかの耳に入ったらと考えると目も当てられない。仕方ない。今からちょっと理念室に持っていきます。木を隠すには森の中というし、あそこなら事故の室くらい他にもありそうなもんだ。あるか。なんだって旅館だしな。んー、ちょっと後ろめたいですね。ひな先輩はここで待っていてください。姿見られるとややこしきことになるんで。わかった。ひな先輩を置いて廊下に出る。さ、さっさと任務を遂行しないとな。あれ、お兄ちゃん、今朝は早いんだね。あー、ぎくー。アイムの声に硬直する。まさかいきなり鉢合わせてしまうとは。どうしたのお兄ちゃん。あれ、その手に持ってるのって。いや、これはだな、ちょっと汚してしまったというか。ああ、大丈夫だよ。僕、わかってるから。ん？まさか昨日の物音が歩の部屋に聞こえてていたのか。でもよかった。この年でしてるの、僕だけだと思ってたから、少し安心したよ。何？ああ、びっくりした。別にそんなしょっちゅうしてるわけじゃないよ、おねしょなんて。いや、しょっちゅうしてなくてもしてることにちょっと俺は驚いてるよ。おねしょ？え、違うの？いや、その、まあそういうことにしよう。アイムの勘違いを肯定し、胸を撫で下ろす。はあ、一時はどうなることかと思ったぜ。あ、まあ、アイムのおねしょの件については後で詳しく聞きたいが。その後、俺はアイムと別れ、今度は誰にも認められずに、なんとか問題の物を処理することができた。ただいま戻りました。あれ？ひな先輩？部屋に戻ると、先輩は帰り支度を整えていた。キョトンとする俺の姿を見て、俺の顔を見て、軽くうなずいてくる。お帰り、カズマ。世話になった。帰るんですか？そう。いつまでも。カズマに迷惑はかけられない。だけどいいんですか？おじさんと喧嘩したって。父さんも一晩明けて頭を冷やしたと思う。私もカズマのおかげでたっぷり落ち着けた。でも家出のことは。友達の家に泊まったっていう。カズマは心配しなくてもいい。それならいいんですけど。俺にひな先輩を引き止める権利はない。だけど心配だな。また怒られなければいいけど。何かあったらいつでも俺に言ってください。すぐ駆けつけますから。うん、ありがとう。俺がそうしたいってだけですよ。そう。じゃあカズマ。はい、入り口まで送っていきます。朝帰りしてるところを誰かに見られたら、それこそやばいからな。ここは裏口を使うか。お願い、カズマ。わかってます。離れずについてきてください。ふぅ、なんとか無事脱出できたか。緊張した。そうですね。緊張したらなんか腹減ってきました。それにしても意外と見つからずに行けるもんだな。自室が普段客を多く泊めるフロアから離れているのが幸運だった。カズマ、ここでいい。本当は送っていきたい気ですけど、近所の人に見られたらまずいですよね。こないだの宴会みたいな人たちばっかりだからな。ひそひそと噂されるのも辛いけど。じゃあまた学校で。学校、あ、そっか、もう夏休みは終わりなんですね。今年の夏はいっぱいあった。特に夕べのことは一生忘れないと思う。ひな先輩、改めて言われると照れます。でも言っておきたかった。カズマ。ひな、恥ずかしそうにみじろぎする。それをキスのサインと受け取って、俺は唇を近づける。
唇が触れ合った時間は長くも短くもなかった。どちらともなくおもむろに離れて、そうしてひな先輩はくるりとキビスを返す。それじゃあさよなら。はい、また。軽く手を振って見送る。ひな先輩の背中はもう振り返らずに浅もやの中に消えていった。なんか夢だったんじゃねえかって思いたい思っちゃうな、なんか。そうですね。まあ、二人とも親父さん、まあ父親との関係がね、まあ苦手というのが近い部分でもあるし、なんだかな、父親って難しいね。俺はよくわかんないっす。うん。苦手だったと思うけど、もう覚えてないんだよね、正直。ちゃんと詳しいことを。まあ俺のことは置いといて。そうですね。ただなんかね、一つ今回俺個人の、うん、思いと言いますか、言い終わせていただくと、頼むから早く好きとか月を言ってください。まだ付き合ってないんですよこれ。まあ事実上付き合ってるような感じにはなるけどさ、やっぱなんかこう、うん、好きとかそういうのはやっぱ伝えないとなんかモヤモヤするよね。うん、まあ、それはいずれはね、あるかなとは思うんですが、まあ、こっからですね。はい。じゃあ、まあ、また、サイドストーリーを見ていって、また次回予告をして次に行きますが、今回は一旦ここで区切らせていただきます。今回もご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。というわけで、バイバイ!